おはようございます皆さん、お盆に入っていかがお過ごしでしょうか。毎日ね暑い日が続きますが、日本列島には今度ね台風っていう危機も訪れてるんですよね。明日ですかね、広島の方も来るそうなんですけども、私は天気予報をねほとんど見てないんで正確な予測はできないんですけども、雨が降ろうが槍が降ろうが夏祭りねここまで準備してきたんでしっかりとやってこようかなと思います。明日から準備を始めて明後日に櫓を組んだりとかしてですね、で17日が当日ということなんで、事故なく終わることを本当に願っております。私もねいろいろと勉強することができました。本当にね、誰かと何かをやるっていうのもたまにはいいなというところでございます。はい、それでですね、前々からお伝えしているインボイス制度、要するに新しい、税金の制度なんですけども、もともと私たちの暮らしに消費税が入った時、それに賛成する人がいたわけですよね。消費税っていうのになぜ誰が賛成してるのかなってことを考えたことあります？多くの方にとってみたら自分の所得から使う割合に応じてお金をね無条件に取られていくこの消費税っていうのは反対して叱るべきで、誰一人賛成しないんじゃないかなって思うようなね、そんな法律だと思うんですけども、これはね賛成する人がいてもしょうがないっていう仕組みをまず理解することが大事なんですよ。まずは現在では1000万円以下になりましたけども、もともとこれね3000万円以下の事業者さんに対して消費税はもらっても払わなくていいよという益税という制度を取ってきたんですよ。これどういうことかと言いますと、我々が日々事業活動する中で仕入れってのを起こしますよね。仕入れしてくる代金には当然ですけど消費税が乗っかってるわけですよ。消費税込みで、お金をお支払いして商品をいただくと、で消費税分がね浮いてる状態なんですよ。で今度は自分が商売をして売り上げを上げた時に預かった消費税を売り上げに応じて国に納めるって形なんですけども、これがですね売り上げが3000万円以上いってなかったら、この預かった消費税あなたの事業者で使っていいですよって形になったんですよ。これが益税ということですよね。利益が出るわけなんですよ。税制があることによって利益が出るっていうね不思議な現象が起きるんですよね。そうなると日本の中小企業は零細企業3000万円以下ですから、いやむちゃくちゃ儲かるやんみたいな、消費税 3% だったら単純に 3% 利益上がるぞみたいな感じで賛成しますよね。そうなんですよ。そのままずっと言ってきましたけども、小泉政権下でこの3000万が1000万円に急になったんですよ。ということはですね、3000万円以下で1000万円以上の売上の会社っていうのが今度は 3% ガクッと利益落ちるわけなんですよね。単純計算ですけども、さあそうなってくると1000万円以下の事業者さんっていうのは本当に個人でやってるちっちゃい会社とかになってきますよね。だから小さな会社が守られてきたというところもあります、この益税制度によって。ところがですね、今度インボイス制度によってこの1000万円以下に対しても課税されるということになってきます。表向きは課税するかどうかは自由なんですけども、課税しないとどんなペナルティがあるのかということをこれからお話します。そうなんですよ、1000万円以下の商売をされている方でも消費税を払わないと、その事業者さんが発行する領収書はどこの会社に対して発行してもそれはね経費として認められませんよっていう風な形なんですよ。これちょっと難しいですかね。もしねあなたが何か商売をしているときに物を仕入れたら領収書ってもらいますよね。その領収書を仕入れ代金として、節税のために提出すると思うんですけども、それが認められない会社と取引したいですか？要するにこれは領収書なんだけども消費税払ってない業者さんからの領収書だから無効ねっていう風に言われて、それが経費として使えないんですよ。だから100万円仕入れて200万円の売り上げ上げてももろに200万円が利益だっていうふうに計算されてしまうんでとんでもないですよね。そうなるとこの消費税を払った会社としか多くの会社って取引しなくなるんですよ。これがインボイス制度ですよね。詳しくはまだまだねこれから情報出てくると思いますんで、テレビとかではなかなか取り上げられないと思います。インターネットを通じて学習していくのが良策だと思います。でこれが起こると何が起こるかっていうとね、ほとんどの転売業者さんがやれなくなるんじゃないかなと私は考えてるんですよ。で転売業者さんってフリマのアプリとかね、それからヤフオクとかアマゾンを通じて誰かに商品売ってますよね。でも消費税を払ってないと、その納品した売ったという行為に対して買った方はそれが仕入れとして認められないわけなんですよ。でもそんな取引先から仕入れるよりもきちんと消費税を払ってきちんと経費として認められる領収書を発行してくださるところと取引しますよね。そうなると本当にね個人でやられてる方とか300万とか500万の年間売り上げで回ってるような会社さんっていうのは、当然消費税払えば払ったで、利益が損なわれますし、払わなければ取引先がつかないし、もうめちゃくちゃなってしまうわけなんですよ。でこういった形でね消費税っていうのはだん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 と
結局は最終的にストーリーの通りに全国民から無条件で吸い上げる仕組みっていうのができてるんですよ。それが消費税 10% の時にいきなり来るわけですよね。まあね、私たちが消費税ってものを甘く見ていて、今ね、どこだ、令和新選組さんが消費税をなくせみたいなこと言ってますけども、正解はそれなんですよ。消費税をなくしたら我々の国民の暮らしっていうのは全て豊かになります。でも特権階級の人、それくと消費税によって儲けてらっしゃる方は旨味がなくなるんで、だから反対するんですよね。これが既得権益というものですよね。はい、そんな感じでございます。気をつけていきましょう。ではまた連絡します。あ、そうだ、今日は例のやつの入金日ですからね。今日入ってなかったらまた連絡ください。今日がそうですね、8月14日なんで、15日の午前中にまで確認できてなかったらご連絡お願いします。それでは失礼します。